交通事故はなぜどのように起きるのか、救急隊とともに24時間体制で事故現場を取材しました。その凄惨な現場から私たちは何を学べるのでしょうか。運転しながら前方に明るいお店なんかがあるとそっちに目が行くわけですよね。でこの事故の場合でも多分前方にあるコンビニの光かなんかをこう見ていて、そばにいた自転車を見落としたということになるんだと思います。車の速度が40キロになったと思ったら教えてください。はい、